わる。違うか。あと6。本番。よーい。よーい。ダン。はい。巻き込んでしまってすいません。ねえ、そんなことないよ。教えてくれてありがとう。柴崎さん、どうしてますか？ありがとう。ありがとう。はい。はい。よーい。ダーン。もう一度。犬を飼いたいと思ってます。花子を演じた千恵ちゃんという、10歳の子なんですけど、まあ、鍛えられているというか、いろんな経験値もありますし、こういう撮影に対しての天才だと思います。まず顔を見てくれないんですよね。やっぱすごく嫌がって。で、特にこの子はやっぱ山育ちなんで、山生まれなんで、どうしたら一番ね、自分が助かる確率が高いかっていうか、誰に頼ればいいのかっていうのをちゃんと考えてくれてるんで。その太郎役のキー君という男の子なんですけど、めちゃくちゃ可愛いんですよ。本当にもう終始も僕はもうデレデレしちゃって、動物たちっていうのはやっぱ嘘がつけないものだと思ってるので、本当にそれぐらいピュアで、やっぱ僕らもピュアに向き合わないといけないものだと思ってたので、一緒になってこう力を合わせてできたカットも結構多いので、それは本当に楽しかったですね。じゃあスタンバイしますよ。やったー。